ただいまから農林水産委員会を開会をいたします。家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案、および養豚農業振興法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。まず、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。えと農林水産